天才ピアニストの深夜おでんどうも皆さんこんばんはこ爪の見てる人見たらソワソワするわ天才ピアニストの竹内ですえ私のこと見てソワソワしてるああ、ますみちゃんも長いなますみですますみちゃんも長いな、うん、まあまあそのネイルしてるっていうのはあれなんですけど一個乗っかってるなんかその もう引っかかって折れるよーって思っちゃうね<ー>怖いですよ結構<の>折れそうっていうことが気持ちはめっちゃわかるわかる私男性のめっちゃうわーって思う伸ばすメリットないやんだって、うん、爪なんかそんな,そのな女性の綺麗にすにしてるネイルしてるとかのメリットはかるけどそれ以外で伸ばしてる人の感じがわからん耳掃除やなええー、え <laughs> 耳掃除っすか いやあの100均で山盛り入った綿棒売ってんのに男性の小指だけ長い爪は瓶掃除のために伸ばしてるって聞いたことあるよ小指だけ長いとかもありますけど、うん、そのマジで全部長い人とかもおるやん見てるな,なんで切らへんのかなあれ切り忘れるんやろな気にならへんやろな竹内さん深爪やもんね深爪なんですか深爪ででももないか 結構もうほんま3日に1回ぐらい、えー、そちょっと1ミリでもうそうそう白い部分が出てきたらもう切りたいんですよ、うん、なんか気持ち悪くてもうだからこの机とかの上にそうってならない感じでそうそうそうカチャカチャカチャってならへん感じのね、うん ベストななんんんんでですすけどそいいよ私の爪の長さの好みなんかどうでもよくてね皆さんね新夜おでん旋回トークライブありがとうございましたありがとうございましたたくさんの方に聞いていただいて皆さんのアンケートのおかげでねいろいろ楽しい話できたんですけれどもね増見さんがねの本当におでんを作ってきてくれましてねちょっとその話も詳しく聞かなあかんかなという思いになってましてというのもやっぱおでんの仕上がりが素晴らしかった。 美味しかっためちゃくちゃしかもあれ計何種類入ってました具材めっちゃ入ってたよめっちゃ入ってた大根大根じゃがいも卵卵糸根はんぺんなるとキノコはマイタケまいたけきくなはいもちきんウインナーウインナーぐらい10種類ぐらい入ってましたよねまだあったかいやまだあるんちゃうかなそんんなもそんなもんかな 多分うん,うんいやにもね、入ってましたし、うん、いやもうほんまにねその言ったら、えー、前日の夜深夜にそれこそ深夜おでんしてくれたわけなんですけれどもまず帰ったんが11時ぐらいに劇場出たぐらいだったんですよそっから買い物行って行って家帰ったら12時回っとったんで。うん 買い物自体も何を買うかっていうとこから結構迷うやろし、うんうん、あれやばいやん私の第一位の餅金ないやんみたいな戦いもあったわけでしょ餅巾着ないやんパニックの時間はありましたよ真澄ちゃんは餅巾着が一番好きやねんから、うんね、だからあのー、何薄揚げとか豆腐のコーナーにね、はい大体練り物とかあるじゃないあるあるある,あるえないやんと思ったあそこ3往復ぐらいしてしてでもしかしてお餅のコーナーかと思って行ったけどないし、はい、ないしそやんな ほんでちくわブも入れたいなとか言ってたけど、うん、ないからナルトを買ったりとかしてナルトにしましたね急遽いろいろあったと思うんですけども諦めたらあかんと思って持ち巾着はあそうですか心の中の前向さんが諦めないで言ってくれた諦めたらあかんえそんなんいっぱい喋ってへんね前向さん諦めたらそこで終わりあれ安西先生ですいや安西先生ですって今やろ安西先生は <laughs> <laughs> 自身でそんなブリッジで名乗らへん安西が 今横を通りました,まましたじゃない <laughs> そんな声でもないっしよこれさ、うん、買い物の段階でそのあえっ、ー、とこれどうしようかなって迷ってやめてるってことかあ,ある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 めっちゃあるで何めっちゃあんねやうん結構買ってたもんな買ってた方やもんな種類としてはそうそやろ、うん、あれでも削ったんやあれでも削った方あのー、もちろん練り物系をは、うんぺんはんぺんも入れてたな 言ってなかったかさっき言ってないはんぺんと鳴の2種類しか入れてないけど言ったらあの紅生姜う天とかああはいはいはい枝豆入ってる天ぷらとかあるね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 ああいう系もあったんよはいはいはいそういうのをどうしようかなっていうまあ彩り的にも綺麗しなそうそうそう確かにあと海産物タコとかそうはい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 タコとかそういう系も入れたいなと思ったけどまあええか諦めた まあそこはねちょっと選抜が必要ですからそう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 であと鶏肉はいうんかしわをかしわをね入れてやろうかななんて思ったけどまあまあそれもいったあとあれそれはほんまに迷ってギリギリでやめてんけど水餃子餃子まあ美味しいやろな絶対なそうはい水餃子用のなんかあの冷凍じゃないねんけど何チルドみたいなはははいいい半生餃子はい あれはめっなるほどねニラまんじゅうともう危なかったやんもう結構土鍋がこんもりするとこやったやん土鍋がもりもりや危なかったなそれ選んでなくてももりもりやったしそうやな結構いろんな種類やったからこんもりはしてましたけどそう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 あそこら辺から取捨選択して今日のメンバーが生き残ってああそうですか結構じゃあ買い物でもしっかり小1時間 せやな何入れようかなって考えながら選んでうん、うん、でじゃがいもとかもさ煮崩れしたら嫌やから煮崩、はい、れしにくいメークイーンにしようかとかはいはいはい、はい、でも男爵の方が美味しいんかなとかなるほどねそれも考えながら、うん、で大根も下,下の方が甘くて美味しいかとかいろいろ考えてはい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 、うん、で買って、うん、重い荷物を下げて帰りまして重かっただって大根とかなじゃがいもとかなせやね特に重いものをの でさ家で最近あんまり料理してないから、うん、料理酒とかそういう調味料系があんまなかったんよ、ね、なるほどでそれも買わなあかんってなって買ってんけど言ったらその何一人用みたいなの売ってないわけでかいねんなでか瓶しか売ってないね何もかもが。 ライフなんか特にそうファミリー用やからさ逆にコンビニとかで売ってるの見たことあるけどなちっちゃいサイズああコンビニとか行った方がよかったかなでも割高ですけどね結局ねだからどうなんか分からんけどいいのか悪いのか分からんけど袋引きずりながら帰はいほんまにその旅行用のなサイズでええのよ旅行用のシャンプーのサイズで一回使い切りでな一回使い切りでええんよまぁせえねんなそれを持って帰って引きずりながら帰ってはいはい何からやったまずあのね 同時進行でつぐはいはいはいじゃないとでも無理やなそう10種類もある思ったらまずゆで卵をゆでました卵用のあそれは確かにはい。卵用のやつゆでながら横で筋肉用の湯を沸かして筋肉を一旦下ゆでゆでしましてしてで大きい鍋でおでんを作る鍋はそこにお水を入れて昆布を浸すっていう時間はいはい利尻を泳がす時間な利尻をはい りじりの水浴びがありましてはいはいはいりじりの水浴びをこう1時間ぐらいしてる間にりじりはゆっくり出るからねそう別にないきなり火つけてもいいらしいねんけどあそういうイメージだねでまあほんまのこと言ったらう綺麗な出汁を出すにはお水につけとくのがいい泳がしてあげた方がいいなるほどしっかり泳がしてりじりの水浴びの間に間に卵やって筋肉やってそれグツグツやってる間に大根 て取りしじゃがいももできるだけ角を少ないように剥いてとかしててそれは一旦ボウルに入れてでたけのこのあく抜きをするためにあそやたけのこもあったなそういえばそういえば春のアイテムたけのこも入っとったなそうやねか下処理多くて結構ええ仕事してましたたけのこもねそうでしょたけのこのあく取りをしようと思って一旦お水に浸してはい で軽く5分ほど茹でてもう水に分かってんけどちょっとアク抜ききれへんかったからちょっと茹でて軽くでもそれはもうどうやったらアク抜きできるかとかはもう想像あっ真須のイマジネーションでもうクックパッドとか見れる余裕なかったから大体湯がいといたら何でもアク取れるから何でもアク取れると思って湯がいてはい湯がきましてそれをしてる間に餅ち巾着を手作りでさなあかんといやいやこれやねこれが世にも珍しい作業やねもち巾着を諦めるという手段はなかったからね真須ったからうん 薄揚げを切って開きまして薄揚げの間に包丁を入れてバーッと割いて破れないようにはいで縛るためのかんぴょうはい戻さなあかんからかんぴょうってあんな長いねんな結構その長太いよねびっくりしただからそれを一旦お塩ではい塩でもんでんでお水につけてはいでもう一回水洗いするっていうはい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 それは何イマジネーション ある方はかんぴょうの裏に書いてあったああよかったよかったあのどこまでがますみのイマジネーションか分からへんからそれ大体水につけるか塩で揉むか茹でるかでやりこなんねんやりこなるやりこなんです大体そのステップでいけんねんけどそれでかんぴょうねドライかんぴょう乾燥かんぴょう私生まれてから一回もかんぴょう戻したことないわそういえばかんぴょうって戻す時きねやかんぴょうって戻す時引き取ったらでますみちゃんはもち巾着に裏切られてこの度戻してな戻す機会がありまして初戻しやりましてはい でそれをやって餅をぶち込んでくぐって餅,ちそう餅もあれやでそのちっちゃいほんまにあれ10円玉ぐらいの大きさの餅が売ってた、うん、へえかわいいの何をそれなんかスープに入れたりとかってことあそうそうそう,そうなんかぜんざい用にとかそういうためのちっちゃい餅を2個ずつ入れてねはい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 もうなんかバレンタインみたいな作業やね で縛り上げてかんぴうでかんぴょうで縛り上げるけど力加減分からずブチって切れたりとか難しいなかんぴょうの力加減なんか習ってないもんね教えてくれへんからわからへんわからへん切れつつやってやってでまあ野菜類をやって切ってやなうんうんまあそんなもんかほんでその全部下処理して泳がしてた理事量にあともうおだしを作るのに白だしとかお酒とかそれはもう目分量はいイマジネーション うん、ちょっとずつ味見ながら、うん、はいはいはいおカップにあのだしは使うなって言われてるもんね粉のだしは使うなはいお,<あ>おでんごなおほんであれお砂糖は絶対入れるなって言われてておでんに、うん、いや,いや厳しすぎね厳しすぎるやろいろいろとやっぱり甘み甘みのコクは必要やから玉ねぎを入れなさいということでほんでその皮をお茶にしなさいって <laughs> そう <laughs> そうなんかよ <laughs> 怖いってそれ余った皮をお茶に煮出しなさいって、ね、え玉ねぎの甘みでじゃあ砂糖を入れずにだしを取ってくれたわけですか玉ね,ぎ玉ねぎ入ってなかったよねも溶けてんねんほとんどええー、おだしの中に玉ねぎほとんど溶けてるわけカレーの時のやり口やねそうだ玉ねぎも割と細かく切って、うん、だしの中でガーってだしだけで先炊いて甘みを出してでそこにかわいがった具材を入れてそう煮込んでで ウインナーとかは変にウインナーの味出ちゃうから一旦そういうのを別ゆでっていう感じでウインナー色に染め上げられるもんね結構汁に入れちゃうとそうそうそうはあ皆さんもぜひねますみおでんを作ってみてくださいこれは何時までやってたんですか3時そうマジ深夜おでんやねおやすみなさいチャンネル登録ってした方がいいもんね私やったら登録するかな私もすんのよ登録してみたらどうどう